あ、すいません。あ、あれ、暴力団の方ですか。いやいや、ちゃうちゃいます。違います。あ、高砂部屋の。いやいや誰がひょっとして北朝鮮の。あ、キムさん。キムさん、偉いさんじゃないやね。そうなんですよね。ああ、まさかここはあの身投げに来たんじゃないやね。いや、そういうことなんですよね。思い詰めではないんです。すいません。あ、どうも、先ほどはどうも。どうも、オウム真理教の方ですか。ちゃうんです。ちゃうねや。もうあのアーレフっていう。なるほど、うん、はい、ブルドッグさんですか。あ、いや、あのそう、あのね、ブルドッグが怒ってくると思うんです。前のおなじみの。前のおなじみ、犬畜生さんですか。犬畜生よりも男。当て袋背中の。ややこしいな。ややこしい、ややこしい。うん、第2弾行こう。もうほんなら、いつブルさん、いつからブルさんなって。ブルドッグ。まだ元気やったら風呂行こうか。そうやね。ごちそうさんでした。まだ食べてるけど。食べてるけど。ところで、あのコロナワクチンはブルドッグさんも打ったん？次ね、うん、もう2回目なんですけどね。2回目、うん、この間まず獣医さんにあの電話してね。獣医さん、そう、僕動物病院なんですよ。ブルドッグなんで。ブルドッグさんやから。獣医さんが獣医さんやから。あ、獣医さん。あ、動物病院で売ってもらってんねや。動物病院で、ね、なるほど、売ってもらわんとあきませんね。